トン。Hey guys, my name is Wasamon. Nice to meet you. 改めまして、おしは、のすけ。Wasamonです。よろしくお願いします。毎日 YouTube にアニメリアクション動画を投稿しておりますので、もしよろしければ高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのはテレビアニメ、鬼滅の刃、竈門炭治郎、立志編第16話。自分ではない誰かを前へ。です。まあ、今回、前回からかな。前回からナタグモヤマ編が始まりましたということで、前回のおさらい第15話ですね。家紋のお家で休んで完治しましたって言われて、北北東のナタグモヤマっていうところに行って鬼を倒せっていうことで、またカラスから来ました。なんだこれ、電話来たけど、はい、ということでね、なんだ、村田さんが出てきたよっていうことぐらいかな。あとは、まあ、それぞれの鬼か、だからなんか、ルイをはじめとしてね、お兄ちゃんと妹とお母さんとお父さんとが出てきたっていう感じだったんで。で、一番最初に見つけたのがお母さんだったから、まあ、そこから多分やっていくと思いますね。自分ではない誰かを前へ。なんかあったっけな、覚えてないけど、まあ、見ると思い出すと思うんで、早速見ていきたいと思います。もしこの動画面白かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。そしてツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローもお待ちしております。よろしくお願いします。よいしょ。それでは D アニメストアで再生していきます。3、2、1、スタート。空間色覚。見つけた。ほわー、ちょっと青っぽいな、エフェクト。どうしようか、なんか難しいね。なんだったっけな、なんかどこいつ出てくるかは忘れたけど、サイコロステーキ先輩っていう人がいるんでしょ。俺それなんか意味が分からずに見てたから、何のこと言ってんだろうって思ったけど、今見たらちゃんとこの人のことねってちゃんとなるんだろうな。俺が知ってるサイコロステーキ先輩ってバイオハザードの彼なんだよ。あの何、ワンかな、一番最初の劇場版でこのレーザー光線っていうか、レーザービームっていうかね、あそこのセキュリティで引っかかって、こう一本の線がこうやって上がってきたと思ったら、こんな感じになってこうバーンってなってきた。確かにあれとそっくりだもんな。だからサイコロステーキ先輩っていうのかな。どこで出てくるんだっけ。ナタグモ山だったはずなんだけど、まずなんでそんなことになったかも覚えてないから、まあ今回というか、このナタグモ山編のどこかでは出てくるでしょう。本編開始。第16話、自分ではない誰かお前。一人で入ったからね。
そうなるよ、山の中だからね。ダメだよ。かっこいい。面漏らし。そうだよ。ほう。かっこいいって思ったけど、これ初見の時完全にフラグにしか聞こえなかったんだよ。みんな村田さんのこと好きよね。モンジロー。蜘蛛の糸が。そうね。女性だ。うわー、えぐいな。腕ありえん形に曲がっとるよな。確かに。もうこの人もボロボロ野郎に。そうよね。ここでなんでこんなに怯えてるんだろうってなったね。そう、ここだけの会話聞いたらお父さんの方が強いんだろうなと思ってた。なんか今改めて見ると目赤いんだな。境外もそうだったな。ダキと牛太郎ってどうだったっけな。赤座も目赤かったっけな。どうだったっけ。赤座は目赤くねえよな。完全に DV に合ってる側よね。この人はエフェクトが青だね。かわいそうだ。でも日輪と青くないんだよな。うわー、死体操ってるよ。死体ではなかったけど。
地獄だよなこれ、本当。死んだ方が楽ってこういうことだよね。ちゃんと避けてる。どうしよう。お？引っ掛けるんだ。そうか。そうね。そういうことだ。刀捨てて。頑張れ。よし、よくやった。ああ。見てなかった。そうね、蜘蛛の糸は絡まったらもうね、操れないね。そうじゃん、こいつ何だったっけ。アイキャッチが早い、マジで。そうね、ここは2人だね。2人と1人で分かれてやってんだよ。そうだそうだ。イノシシあー、これあれじゃないっけ。善逸、あれあれがあれじゃない、違ったっけ。ボロボロだ、かわいそう。それでいい。これあれじゃない、ここのあれの遊郭編であったこれと似たような感じじゃない、違うかな。伊之助がおとなしくなったもんだって。やっぱなんかあったろ。あれ、うん、2つ出た、でかいやつだ。首がない
つ全然覚えてねえや。チュンチュチュン。こいつ森久保やったよね確か。そうどうしよう分かんない。早い、避けた。あ、やばい、雲が、やばい、おう、ああ、ほわほわさせんじゃねえ。どうなる？腕を切った。足を切った。これで動けない。あれ？でもそう考えたらやっぱ鬼なんかな。鬼だね、この感じは。何だったんだろう。首がない鬼って何だろう。なるほどね。なるほどね。そうかそうか、こういうのがあったか。ここだ、このシーンだ。
変えた。変えた。目が変わった。これ BGM あれやね。お父さん、森久保。マジでここのシーン嫌なんだよな。見ててマジで辛い。 妹だったっけ、お姉ちゃんだったっけ、どっちか忘れた。妹違ったかな。やっぱ自分に気づきだよ。ルイやっぱそうだよね。加減だったよね。やっぱ。でも本当初見の感じだとあれだ。お父さんが自分に気づきだと思ってた。確か。だったはず。でもなんかあのルイはなんかあるなっていうふうに思ってたんだよ。でも境外は目赤くてさ、加減罰でさ、ルイもなんか目赤いんだよな。でもさ、なんか立志編の最後の方でさ、エンムが出てきた時に加減の鬼集められたじゃん。その時確かエンムが加減の1だったかな。で2,3,4,5,6 でしょ。5人いたような気がするんだよ。で考えたらルイ加減じゃなくねって、数が合わねえんだよな。でダキと牛太郎の目が赤かった記憶もないし、赤座も目は赤じゃなかったような気がするんだよな。ルイどうだったっけ、降ろされてない。かまぼこゴンパチロウ、シャキリキゲンゴロウ。
いただきとんたろう。7回に1回。アナゴカンジロ、ハマドタンガゴ、アマドジャンジロ、カマド、はあ、トンジロ。そう、ここでね、ちょっと感動したね。言えたって思った。そっか、お母さんはここで切ってたんだな。ね、あのお母さんがこうやった時に、もともとね違う方でやろうと思ったけど、あの表情を見てやり方変えた炭治郎の優しさよな。でそれで、あの十二気づきがいるわって教えてくれて、悪いどうだったっけな、全然わかんない。ダキは白だったでしょ、綺麗な白で、牛太郎がなんか黄色っぽい感じで、赤座もなんか白っぽい目だったような気がするんだよな。でもなんか境外が赤だったこと考えたら、ルイもなんか違う気がするんだよ。同じ赤だしな。今のところ数字が見えてないから、多分境外と同じように目がこうグンって動くんだろうけど、まあ見ていきゃわかるでしょう。あれなんかお姉ちゃんだったか妹だったか忘れた、あの一人いる女の子は。お姉ちゃんじゃなかったかな。いやまあ見たら思い出すでしょ、わかるでしょ、なんか言うでしょ。はい、ということでね、もしこの動画良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。そしてツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。概要欄の方にもリンク貼っておりますので、そちらのチェックもぜひ。ということで、テレビアニメ鬼滅の刃竈門炭治郎立志編第16話、自分ではない誰かを前へでした。ありがとうございました。サブ隊はね、あれのことだったね。ならね。